大事な時期に面倒な連中が来ましたわね。1年半ぶりですか。クロウサギもそうですが、ずいぶんと変わりましたわね。あの年齢の男子ならば珍しくはないのでしょうが、まあまだまだ未熟でしょう。なんか嬉しそうじゃん。嬉しそうになんてしていません。さっき話した時も思ったけど、噂で聞いていたよりもさらに腕が立ちそうじゃん。ランディ兄とどっちが上かな。ちょっと楽しみかも。赤い死神ですか。なかなかの腕前でしたけど、いずれにせよ彼女も含めて私たちの敵ではありませんわね。せいぜい今回の実験の目くらましとして役に立ってもらいましょう。それちょっと味見するくらいは構わないとか思わない？まったく、あなたたちナンバー持ちときたらいいですか。我らにとって待ち望んでいた大いなる計画の再開です。あなたも第三中の意向を受けているという話ですし、少しは面目というもん。まあまあ、せっかくだからお互い目いっぱい楽しもうよ。なっ、うわあ、ちょ、何を。あ、いや、うわあ。小ぶりに見せかけてベルお嬢さんくらいはあるよね。お仲間の二人と比べたら控えめかもしれないけど、これはこれで好きだな。ちょっとシャレになってないですわよ。いい加減に。いやこの娘、あまりにフリーダムすぎますわ。お母様、せっかくの帝国再デビュー、派手に飾らせてもらおっかな。相手にとって不足はなし。サプライズゲストも期待できそうだしね。